はいどうもルフェです、よろしくお願いします。はい、本日も引き続き前原スポーツさんの方で撮影の方させていただいております。ありがとうございます。はい、本日はグローブね、3本続きました。じゃあちょっとウェア系とか小物系とかもかなりの量揃ってるので、ちょっとそっち見ていこうかなと思います。はい、じゃあまずねアンダーシャツコーナー、いろいろありますね。これも Z、 これちょっとあれかな、価格抑えたやつかな。 Z だったり SSK で3と、これが全部リラックスフィット系ですね。これもルーズフィット、ここまでが半袖かな、まあ、これからの時期向けで、こっちが長袖のルーズフィット系、リラックスフィット系、これも、まあ、Z だったり水野だったり、デサントとか SSK とか。 SSK 今この袖珍しいですね。最近のアンダーシャツほらこういう袖がないじゃないですか、ここのところ手首のところ、まあ、今もうほらつってリラックスフィットになっているのが多いんで、まあ、こういった方が逆にいいっていう選手ももちろんいると思うので、まあ、もしね、ちょっとちゃんとした手口ゴムがいいっていう方はこういった SSK のエアリーファンっていうアンダーシャツがあるので、ちょっとそっちの方も、まあ、最近じゃ珍しいのでチェックしてみてください。はい、そして下ですよ、アクティブームがずらっと、こっちが小文字だから長袖かなのアクティブームで、こっちが多分半袖だと、まあ、すごいありますよね、こっちに関しても3色かな、カラー的には。まあ、サイズも絶対あると思うので、まあ、高校生も着れるようなのでね、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、じゃあちょっとほら、はい、逆にこっちコンプレッション系、やっぱピタッとした系のアンダーシャツコーナーとなっていて、まあ、基本的には4メーカー一応あるのか、バイオギア、水のピタッとしたやつですね。でこれに関しては、ローネック長袖、七分、半袖で、ハイネックの長袖が1、2、3、4色かな。バイオギアのカラー展開的には多分4色ぐらい、あるので、5色あるか、6色あるか、青も緑もあるんで、カラー展開がね、すごい豊富なので、ちょっと珍しい色のね、チームのユニフォームも全然、これで着れるので、まあ、ピタッとしたアンダーシャツがいいよっていう人は、すごいおすすめですね。僕これ持ってるんですけど、あの SSK のフィット系のアンダーシャツ、これもね確か背中メッシュになってるんじゃなかったかな、ちょっと全部が全部ピタッとしてるんじゃなくて背中はメッシュになってるっていうようなアンダーシャツ、すごい通気性もいいので僕もこれすごいおすすめだなと思っています。でアンダーアーマーですね、今ピタッとしたアンダーシャツといえばもうアンダーアーマーっていうのはすごい、僕らの世代だったらあのピタピタバイオギアのこともなんかアンダーアーマーのとか言ってたぐらいなんです、その時無知だった頃は。まあ最初ですよね、本当にピタッとしたあのアンダーシャツのパイオニアというかっていうのがアンダーアーマーなんで、ここもいろんな、ハイネック長袖とか半袖とか、七分とかカラーもね青があったりとかネイビーがあったりとか、アンダーシャツも揃っています。で下がオンヨネ、これは多分フィット系じゃないですよね、ルーズフィット系ですけれども、まあ、オンヨネのアンダーシャツもいくつかあったりとかするので、まあ、アンダーシャツでもすごい豊富な、種類が揃ってるなといった感じです。はい、じゃあちょっとこっち行きましょう。はい、じゃあ次はねちょっとバッティンググローブ、まあ身につけるものっていう点ではちょっとバッティンググローブも、簡単に見ていこうかなと思います。 Z のね、限定があったりとか、まあ、今回紹介させていただいたもの、以前ね紹介させていただいた Z のバッティンググローブがあったりとかですね、ここの一区画でもう Z があってで、その下がエボシールドとか、まあ、ローリングス、ちょっとメジャー系の、メーカーが揃っています。はい、でこっちがアシックス、アシックス多くないバッテリー、ここ本当に選手モデルだけで4つあるし、その他マル選手のモデルがあったりとか、ちょっとねこれはびっくりしたな、カラーも結構のシンプルなものから、結構派手なものまで結構あるので、うん、あの本革のものもあれば合皮のものもあるっていったような感じかな。でも全部一応ゴールドステージかな、うん、まあ、なので、ね、あのグリップ性だったりとか手のフィット感だったりとかっていうのは、高いものなので、でこんだけカラーがあるので、ね、おすすめです。はい、じゃあちょっと SSK なんですけど、僕ちょっとこれびっくりしたのが本革のね、バッティンググローブが SSK 追加されてました。もともとなんかたまにショップで売ってた限定品で本革っていうのはあったんですけど、基本的にはねこっちのタイプ合皮のタイプが SSK って今まで主だったんですけれども、ついに、まあ、出てたんで知らなかっただけかもしれませんが本革が置いてあったの、これちょっと僕も驚きでしたね。はい、じゃあ王道いきましょう、水野タワーアークですね。はい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 、この辺が限定になってくるのかな、限定って書いてあるね、この辺は。でこの辺は定番なのかな、でも俺これだ今年のモデルだと、なるほどね。でこれが去年からのやつかな、多分この辺はそうだよね、多分そうです。うん、下もまあめちゃくちゃ派手なやつがあったりとかで、ダブルベルトのタワーアークがあったりとかっていうのがありますね。で下ずらっと見てください、これフランクリンですよ、
めちゃめちゃカラー豊富じゃない？って言ってもこういった比較的落ち着いたカラーもあるし、白青でこれ初号機、俺エヴァンゲリオンよくわかんないんだ。で母の日モデルっぽいのもあるし、カラーがねすごい豊富。うん、こっちにもあるし、箱入りの。はい、で反対側行きましょう。守備手袋、カラーのものもあるし、でこれが高校生向けかなとかで、はい、各いろんなメーカーの守備手袋、こっちも結構揃ってるかなって感じです。はい、で反対側、こっちがね高校生対応の白と黒のバッティンググローブコーナーとなっています。まあね、さっき言った通り水野だったりとか Z だったりとか、まあ、いろんなところがあるんですけれども、僕ちょっと気になったのはこれ合気のダブルベルトの SSK、 水洗いができるダブルベルトって今までそんななかったと思うんですよ。で今回 SSK が出てきたのと、まあ、Z 多分この辺も洗えるからね、ちょっと珍しいかなとは思っています。もともと確か出張りであった気がするんだけど、逆にここには置いてないかな、今もあんのかないのかわかんないですけど、まあダブルベルトとかって基本的に革のものってちょっと値段が上がっちゃうっていう認識があったので、合気でしかも高校生対応のカラー出してくれるっていうのは高校生のね選択の幅が広がるのかなと思っています。はい、じゃあこっちユニフォームのズボンとかもね、めちゃくちゃ種類多いな、やばないこれ。 4D があったりとかネオステ、この辺ちょっとさ、あの生地いいよっていうようなミップのショート系かな、うん、ショートフィットだから高校生とか中学生とかぐらいな感じのユニフォームのパンツですね。レバードがあったりとか、これが練習用のローリングスかな、 3D の方かな、うん、 4D よりは安く買えるっていうような感じだったり、まあ下にはねあのガチパンツ、価格が抑えられたものもあります。まあだから高校生も本当にすごくね、ユニフォームって消耗品ではあるので、まあいろんなユニフォーム、このユニフォームは安いし、こっち試合用で買っとくとかっていうのも、買い分けができるのかな。でしかもね、あのミップローリングスネオステータスって生地いいの揃ってますけど、全部ちょっとずつやっぱ生地違うので自分に合った生地、探せるのかなと思います。うん、でこっちもあれかな、どちらかというとレギュラー系、まあ高校生対応だったりとかっていう向けがちょっと増えていって、こっちが社会人向けですね。ストレート系、ストレートロングの 4D と、ミップのストレートパンツかだったりで、これもデサントだったりとかで、カラーもあるんですね。こうやってこれちょっとほらカラー入ってる、グレー系のシルバー、まあそういったのが草系チームで、ライン入れるのは嫌だけどカラーパンツ履きたいチームとかっていうのもあると思うんで、そういうんだったらねすごい向いてると思いますし、僕のおすすめなんて言ったってこれですよ。僕も履いてます、アメリカンハイカットパンツ。最近ねプロ野球選手でいうと牧原選手、牧原大成選手とか、中村晃選手が、まあ、ちょっとブカブカなねハイカットパンツ履いてるんですけども、それがこれですね、さっき言ったやつだったりとか。レバードさんって本当に上に強いんだよね、普通のストレートじゃない美脚ストレート。他のやっぱメーカーと、レバードさんはまあウェアメーカーなんで、そこが着こなし方とかっていうのがすごい、きっちりと、してるような、ブランドだなというふうに思っています。はい、ということで前原スポーツさんで、一気にね、4本目の動画撮らせていただきました。今回はねどちらかというとウエアが多かったかな、まあバッテリーも見ましたけどウエアも見て、っていうような感じで、まあ、体に身につけるもの、系統を、今回撮らせていただきました。はい、概要欄にね前原さんの各種リンクありますので皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではお会いしましょう。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。